ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、おはようございます。えー、今日は天気もいいので、外の照明だけなんですから、<laughs> 少し暗そうに見えますが、決して暗いわけではありません。えー、っと、まあ、だいぶ、秋めいてまいりましてですね、大変に、あの、気持ちよい朝を迎えております。えー、っと、今日はですね、あの、私の、まあ、 大学時代っていうの、大学時代っての、私が先生だった頃の大学時代なんですが、まあ、いろんな思い出がありまして、まあ、その一つこの前ご紹介しましたが、えー、今日はも少し一般的で皆さんにも学校の様子とかですね、えー、そういうのがよくお分かりになることで参考になるかと思いまして、えー、お話をいたします。私、あの、会社からまあ、大学の方に移りましてね、まあ、いろんなことがあったんですけども、そのうちまあ、大きな一つはですね、 え、試験をして採点をどうするかっていう問題があったんですね。で、私はまあもちろん、学校の時、自分が生徒だった時はですね、よくできれば、まあ、いい点数。全然ダメだったら悪い点数つって、その試験に出された問題が良ければいい点数もらえるし、悪ければ悪い点数もらえるっていうふうな、当たり前だと思ってたんですよ、実は。<laughs> 別に、えー、生徒とか学生の時には、 責任もありませんしね。今度はできなかったか、あできたかった、とこういう感じなんですね。ところが先生になってみてですね、最初は何も迷わずに、えー、できた答案には90点とか、できないものにはまあ40点とか、まあ、そういうふうにこう、自分の感覚通りにつけてたんですね。ですけども考えてみますと、大学における試験の点数ってすごく重要ですよね。本人にとって非常に重要。学生にとってですね。 ですから、自分のそういう感覚じゃなくて、やっぱり、専門家として、大学教授としての、見識でもって点数をつけなきゃいけないって思ったわけですね。それで、まあ、図書館でですね、随分成績のつけ方とか、評価の仕方っていうような本を探してですね、読もうとしたんですけども、実は、まあ、よ、外国のヨーロッパのね、本にはちょっとそういうのありました。 しかし、そこにはですね、日本の本もないじゃないかったんですけど、ものすごくレベルが低くてですね、その本質に迫ってないんですね。で、私はまあ自分でそれでしょうがないから考えて、まあ、あの、テスト的にやってみようかなと思ったんですね。っていうのはですね、何を迷ったかって言いますと、えー、成績っていうのは何だろうか。その子供が素晴らしかったらば百点、ダメだったら三十点ってそうつけるものなのか。そうするとこれ、 人間の評価になってしまいますよね。その子がもともと、例えば僕だったら物理を教える。物理ができる子だったら100点。できない子は30点じゃなりますね。それはその本人の人間の能力を評価してるわけじゃないですか。ところが試験っていうのは何をしてるのかと思ったわけですね。例えばまあ分かりやすい例で野球のピッチャーとしますと、もともとものすごい速いスピードで投げられる子がいてですね。 で私の教室に入ってきた時にもうすでに130キロぐらいで投げられると。それ僕の教育を受けて140キロになったっていう子がいると。140キロですね。すごい速いですよ。大学生、高校生ならすごく速い。一方、ほとんど投げられないで今までそういう練習もしてないそういう才能もなくて、70キロぐらいふわっとした球しか投げられなかったと。もう投げるピッチャーのあの、 様子も全然ダメだと。その子が僕が教えて120キロになったとしますよ。ある程度ピッチャーとしてのこう、あの、投げ方もね、体の使い方も分かってね。そうすると、140キロの速い球投げる子は、私の教育を受けて10点伸びた。もう一つの70キロの人は私の教育を受けて50キロ伸びた。そうしますとね、人間を評価するんじゃなくて、その人がどのくらい伸びたか、 私がどのくらい伸ばすことができたかという意味ではですね、あの、伸びしろ、どのくらい伸びたかっていうのを評価すべきですよね。そうしますと、絶対評価、その人間、その学生の評価なら、140点の人がいい点数で、120点はそのダメだと、こうなるわけですね。ところが、私の教育を受けて、伸びた分っていうことになりますとね、それは今度は全然違って、 130キロの人が140キロ乗っても大しくない。130キロぐらい投げられるならね、せめて、私が教えたら、150キロやプロ並みのね、スピードで投げられるようになんなきゃダメだ。それから70キロの人は、今まで野球何にも関心なかった。だから投げることもできない。運動神経も悪い。だけど、その子の中にはある程度そういう能力とか、そういうやる気があってですね。それで急速に伸びて120キロ、120キロと、 一応のピッチャーの一番下ぐらいまでいけるわけですよ。そうするとね、人間を評価するんではなくて、講義を受けて、その子がどのくらい努力したかとか、どのくらい伸びたかという点に着目すると、もちろん70キロか120キロになった子の方がいいに決まってるわけですよ。これでね、僕はどういうふうに人間、人間っていうか試験っていうのは人間を評価するわけじゃないんですが、まああの、 その私の講義の意味っていうのをね、採点したらいいだろうかと考え込んで、それで、あの、最初の年、次の年は、2年間ぐらいはですね、まあ普通にですね、優れたあの書いた子供にいい点数つけてたんですけども、確か3年目ぐらいからですね、えー、と、授業の2回目ぐらいの時に簡単なテストをやりましてね、簡単な、まあ誰でもできるか、まあちょっと難しいぐらいですね、のテストをやって、 そして、まあ、いわば高校の物理がちゃんと分かっていれば答えられるぐらいの問題って言ってもいいんですよね。まあ、それ出して。それから、えー、まあ、15回目の試験の時には本格的な、うん、テストをすると。まあ、こういうのだったんですね。で、物理の試験っていうのはですね、えー、まあ、感想文とかそういうんじゃないので、えー、まあ、問題があったら普通式を立てて、その式に基づいて計算して答えを出すってことなんで、 まあ、極めて客観的に一般的な採点ができるんですよね。まあ、先生のなんか判断っいうのはほとんど入りません。えー、客観的に出てしまいますね。それでやったんですよ。そしたらもちろん予想した通りですね、最初からできる子はいい答案なんですね。で <laughs>、最初も全然ダメと。多分高校の時に物理なんかサボったか、もう受けてないか。まあ、そういった子はですね、全然もう白紙しかい答案と。ところが僕の講義を受けて、 やっぱりぐーっと伸びるのがいるんですよ。ぐーっと伸びると。まあもともと高校の時でも才能あったんでしょうね。だけどまあ、サボったとか勉強しなかったとか <laughs>、そういうことでね、ほとんど書けないと。えー、そうするとですね、非常に伸びた子を80点つけてですね、で、伸びなかった子でもまあ成績が良かったら落とすっていうのはかわいそうですから、まあ、60点が合格点ですから、60点とか65点とかこうつけたわけですね。 つまり、もともとできる子がほとんど伸びなかったら60点から65点。それから、もともとできなくてもガーッと伸びて、まあ一応あ、この科目なら物理学んだとしていいなと思うようになったら、それを U としたわけですね。U つの80点から、まあ、上が U なんですけどね。それで、まあやったわけですよ、最初の年。<laughs> そしたらね、ワンサとあの、クレームが来たんですよ。 で、学生っつうのは割合と友達同士も大ピラですからね。二人で来るんですよ、大体。で、二人の答案を僕のところに、先生これ何ですか彼は、こんなできてないのに、80点ついて、僕はこれだけ書いてる六十65点でこれ、どういうことですかって,って文句言いに来たんですね。で、僕が見ると確かにその通りで、えー、その65点で不満言ってる学生っていうのは、いい答案なんですよ。いい答案だけど、最初の2回目ぐらいにやった予備テストでも、 すごく優秀なんですね。で、まあ、説明してました。君はもう最初からこんなにできてるのに、それにしちゃ、この答案はあんまり良くないよ。こういう点が良くないと。あこういう計算がこれまずいとかね。式の立て方が悪いとかいろいろ注意してですね。やっぱりまあ僕の講義受けたんならもう少しきちっとしたレベルの高い回答してほしかったねと。それからできない方は、あなたは高校の時に物理取ったかどうか知らないけど、全然できなかったけど、まあ、 この答案を見たらね、えー、この試験の答案を見たら、一応この、この物理、物理もいろいろありますから、この物理の領域としては、まあ、大学生としては、まあいいというふうに思ったんで、80点つけた。こう言ったんですよ。そしたら、そんなことあり得ないじゃないかって言うわけですよ。その、もともと成績のいい子はですね。だって僕の方ができるんだから、僕はいい点数に決まってるじゃないか。こういうわけです。もちろん僕も、 大学を入った時はそう思ってたわし、学生の時はそう思ったわけですから、うん、僕もそう思ってたやと。だけどもよくよく考えてみるとね、えー、どっちかわかんないっていうさっきの話をしたわけですよ。だけど納得しないんですよ。え。それはやっぱりね、あの、成績っていうのは非常に重要ですからね。もちろんあの、60点以上のか、以上の合格とですね、59点以下の負荷で、不合格とはもう運泥の差ですよ。 不合格だと必修科目は全部取り直さなきゃいけませんしね。1年ダブったりしますから。非常に重要なことですが、それでもやっぱり、いくらね、65点でもね、プライドが許さないですよ。粘るわけですよ。で、そういうことがかなりありましてね。それで僕も非常に考えちゃったんですね。確かに、やり方が悪かったってやり方悪かったんですよね。まあ、そういう試験なら、試験の採点方法について、 試験の時に十分に話をするべきだし、そ,れからそういう試験をするんなら、俺は受けないっていう学生もいるでしょうから、ある意味では、カリキュラムって言うんですけど、そういったものの説明書がありますからね。それを学生は見て受講するわけですから、その時に、えー、この科目は特別な科目だと。要するに、成績がいいかどうかということを、試験の答案がいいかどうかじゃなくて、えー、その科目を受けている時に、伸びしろで、 判断するから、そのつもりで受けに来てくださいというふうに書くべきだったんですよ。今、あの、大学はシラバスってですね、学生がこの、どういう講義をするのかとか、どういう採点をするのかっていうことをちゃんと事前に選べるようになってるんですね。まあ、学生が講義を選ぶのはなかなか難しいことがありまして、例えば僕が熱力学の講義をすると。じゃあ熱力学は知りたいと思ってるけども、熱力学でも広いですからね、どういう、 あの段階の熱力学をやるのか、どういう種類の熱力学の分野をやるのかっていうんで、まあ受けなくて他の先生のものを受ける人もいるわけですね。あの授業っていうのは、あの大学の講義って難しいんですよね。あの家庭教師じゃないから一対一でやるわけじゃないんでね。だからやっぱりまあ学生としてはこういうことを学びたかったと思ってきたんだけど、学べなかったっていうのが多いと困るわけですよね。ですからまあこの頃はもう昔はそんな親切なことは大学じゃなかったんですけど、 あの、僕が大学来た頃はね、そういうことがやっと始まった頃でしたね。ですから私もきちっと、まあこういうことをやる。第1回はこうやる、第2回はこうやるっていうのはあの頃の先生が書いたんで、それはちょっと行き過ぎなんですよね。あの、講義っていうのは学生とやっぱり何すたって、えー、対面してやりますんでね。あの、学生の出来だとか、それからそこの時の雰囲気によって教える内容を変えますんでね。 まあ、大体この講義はこういうことを教えます。こういう分野を教えますということとか、採点の方法とか、そういうことだけ書いた方がいいと思います。もう今変わってるかもしれませんね。あの、僕がやってた頃は初期の頃でしたから、ガチガチに書いてましたからね。だから、まあ、いろいろ不都合もありましたけど、まあ、いずれにしてもそういうシラバスのがあって、で、学生にガイダンスしてから、それを受けた学生に受けさせる。 ところが、僕の時のシラバスは、その点数の付け方について、それほど詳しくね、この科目の採点は、あなたの人間の能力を判定するんじゃなくて、どのくらいこの講義を終わって伸びたかっていう差分をね、採点しますなんてことは、そこまでは書けなかったんですね、その頃ね。だからまあ、学生の言い分にも最もだと、思ったわけですよ。そうしますとね、結局、 2年ぐらいやったらね、やっぱり学生の方が正しいかなと思ってね、それもまたやめちゃったんですね。で、しかしその頃ね、私あの、まあ、とある有名なノーベル賞学者と一緒に仕事をしておりましてね。まあ、その先生がやっぱ同じようなことを僕に言ったんですよ。武田先生、あの、もともと運動できる子がちょっとだけ良くなったっていうんで、いい成績で、 で、全然ダメな子が、その大学で、うんと伸びたっていう時に、どっちが大学教育としていいんでしょうかねどういう採点をするべきなんでしょうかねと。まあそういう話を私にしてくれたんですね。私もちょうどそこで悩んでたもんですから <laughs>、いろいろ議論してですね、確かにそうだなと。自分が間違ってたわけじゃないなと。むしろこれは間違ってたんじゃなくてね。学生が文句言ってくるのは、あれは世間的な常識と、 採点の方法が違うんであって、本当は常識が間違ってて、常識とはどっちかって言ったら僕の嫌いな人間評価なんですよ。僕このひばりクラブで取り入れっていうのを話したんです。人間っていうのはね、能力があるとかないとかいうことで価値が決まるわけじゃなくて、その人がどのくらい自分のその子の人生としてどう過ごしたかという方が重要だと。だからもちろんその能力もない子がいたりね、するけど、 まあ、不真面目な子供も,もいますよ。サボりの子供も,もいます。だけど、サボり自身が悪いとか、不真面目自身が悪いというか、むしろ自分で不真面目を少し真面目になろうかなとかね。そういうような気持ちのある、それで努力した子、それを高く評価するのが大学というもんじゃないかっていう、僕に基本的な意識があるんですね。だって、人っていうのはもともと生まれた時に背の高さが、 一メートル七十とか、体重がどうとか、顔つきがどうとか、もう、そういうのいっぱいあるじゃないですか。能力もそうですよ。筋肉の太さからね。運動神経から。それは確かに、優れた子供、いいという必要ありますよ。それはあるんですけども、それをもってその人間の価値とか、熱力学っていうのはやっぱり理解してもらうことが大切で、例えば、<laughs> あの、こんなこと言うと何ですけど、 あの、だいたいリサイクルしたらね、物が再び使えるなんていうことのまま卒業してもらっちゃ困るわけですよ。熱理学をちゃんと勉強したらね、もう聞いた瞬間に、あ、リサイクル、はこれダメだと。全然役に立たないというふうに思ってくれなきゃいけない。これは、つまり学問として知る、知ってるってことが、世の中に出た時の実際のものに接した時に、その原理原則が分かってるってことですよね。それが人間には大切なんで、 まあそういう意味では、もともと熱理学を知ってリサイクルなんて馬鹿らしいんだってことを知ってる人が、さらに詳しく知るってことと、それからもともとリサイクルってなんか物が2回使えるんじゃないかなと思っている、全然非学問的な知識からですね、まあ学問的な判断っていうのができるようになった方がいいかっていうね、そういう問題ですからね。まあ私が大学に行って、この成績と若者、 で若者の心がどういう心か。しかし世の中はどうなのか。ということを最初に考えた、まあ、あの試験だったということが言えます。